ジャパン。くれてる皆さんと、初めて会えて嬉しいです、楽しんでください。スガムスジャパン。よろしくお願いします、先輩。よろしく、後輩。よろしく、後輩。B マイナーっすよね。
D マイナーですよね。 B マイナーですよね。 B マイナー、はい、お願いします。ダウイス、司会室、はい、ねえねえ、よかったですね、よかったですね、ありがとうございましたロマンティックプロダクションの皆さん、はい、ありがとうございました。はい、もうね、素晴らしかったですね、すごい躍動感でしたね、皆さん、はい、うん、はい、てなわけで、なんじゃらほい、はい、今何度ねグリッサンド、あー、なるほどね、はい、はい、そんなことやってる時間はないんだ続きまして、はい、皆さんお待ちかねでございます、はい、猫も出ました、おー、来た来た、イエーイ、来た来た来た、どうぞどうぞ、どうもどうも、またまた、ね、またまた、よくわかんないが気持ちしちゃって、うんうん、お、爽やかという、爽やか、もっと言ってもっと言ってもっと爽やかマスター、あの、いい、うん、もうインテリ、インテリ、インテリ、インペリジェンス、他、インペリアル、うん、インターポール国際的ですね、あんまりあのね、喋ってると、はい、時間もあんまないんでね、はい、というわけでですね、うん、スタンバイ的には OK？ OK でもない、スタンバイ的には OK 的な、そうでもない的な、まあ、おつぶせ的な、踏むやつが欲しいな、踏むやつが欲しい、踏むやつ、踏むやつ、あ、すげみすジャポンさん、ジャポンさん、ジャポンさん、なんか親近感感じるけど、ジャポンさん、すいません、ジャポンさん、ジャポンさん、すいません、なんか俺呼んでるみたいな、俺が俺を呼ぶみたいな、ジャポンさん、じゃあポンさん、え、ジャポンさん、さすがに踏まれる役は無理ですけど、ペダル役は無理ですね、ダンパーをいただけますでしょうか、業務連絡でございます、ジャポンさん帰っちゃったかな、え、早っさすがにまだいてくれると信じたいんだけど、じゃああと10秒待って、踏むやつが来なかったら、はい、もう踏みません、はい、僕は、おおでも、ね、何のことか分かんないでしょ、だってこれ男らしいですね、まあ、確かに分からないけれど、ありがたいですね、猫らしい、いい言葉もらいました、猫らしいって言われるとなんかすごいジェラシー感じますねお面かぶってるのにね、それ以外、それ以上に猫らしい、前の人の方が猫らしい、うん、10秒経ってる感じがする、うん、はい、じゃあそういうことで、はい、はい、ふ、じゃあポンでも踏んでてください、あ、はい、あ、予定外のお仕事がね、はい、
い、この後ちょっとあのボーカリストさんいらっしゃいますよ。お今ね持ってくるそうですよ。はい、ジャポンさんすいません、ちょっとお忙しいところ、はい、ジャポンさんもう完全にジャポンさんになっちゃったよね。ちょっと踏んでいただいていいですか、僕のことを。踏め。え？何これ、そういうイベント？入る。ごめん、全然聞いてなかったね。あ、全然聞いてなかったそうです。じゃあ失礼します。自分で言っといて聞いてなかったそうです。はいはいはい。ね。そうだよ。みんなド M なんだよ。ね。うちの会社は。みんなだよ。みんなそうだよ。ね。まあ、とりあえずあのよく、ね、来そうで来ないこの感じ、ちょっと恋に似てる感じ。なんとかしろ。だってじゃあ俺は踏まれましょうか。いや僕が踏まれますって。あ、マジで。あ、来ました来ました。はい、あ踏むやつが来た。踏むやつが来た。今、はい、2人踏まれるとこだったけども、サスピンペダル大丈夫だった。さあ、踏むかな？踏むぞ？踏むよ、行くよ、踏むよ。はい、踏んでください。あー！はーい！踏みましたよ！踏んでます！踏んでます！踏みましたよー！踏んでます！何ですか？踏んでます！何ですか、これは。これは何ですか？そんな回じゃねえだろ、これ。ねえ。5分やる回じゃない。ないね。5分引っ張る回じゃない。はい、ちょっと時間、ちょっとあれなんで、はい、始めていただいていいですか？はい。すいません、お願いします。はい、お願いします。なんだ、いろいろ喋ろうと思ってたけど、あんまりこれはあれですね、喋らない方がいいですね。大丈夫、この後もっと素敵な人が入ってきますからね。ありがとうございます。じゃあもう早速入っていただきましょうか。ボーカル常盤優。あれ、なんか喋ります？大丈夫？あ、そういう感じでもないんですか？はい。あ、来られて嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょうか、時間もないので皆さん、はい、じゃあ聞いてください、はい、リコレクション。Thank you.
はい、ボーカル時代優でした。ありがとうございます。あー喋りたいけどなえ、いや喋っていいなら喋るんですがそう、なんかね、今日もう一曲ぐらいやるんですよ。いいっすか、もう一曲やっていいっすかまああのポップンミュージック20ファンタジア合ってる、合ってるよね20の、まあサウンドトラックのね発売イベントということなんで、じゃあもう一曲、まあ、大体お察しの方もいらっしゃると思います。惜しい、惜しいけどすごい前だそれさ、え、なんてなんて、ごめん今ちょっとぼーっとしてた。うーん違うよ、モフモフじゃないよ、モフモフじゃない、もうちょっとごめんグダグダになってきたから入ってもらいましょう。もう一人じゃあゲストの方をいる、そこにいるゲストの方、はい、じゃあ入ってきてください、劇団レコードくんです。どうも劇団レコードです。会えて嬉しいです。ちょっとありがとう、もうちょっとつないで、帽子かぶってみました。あんまりほらあのそういうフレーズ弾くとねバレちゃうからオッケー、はい、じゃあそうだよね、バレてるよ最近わかんないと来るとは思わなかった。最近どうですか？最近元気だよ。どうですか？元気？僕ですか？はい、まあ、ぼちぼち。ちょっと寝不足ですけど、ね。オリンピックとかね。そうだね。見てますか皆さんオリンピックを？そうですか。親方よかった。はい、見てるっちゅうこと。じゃあ。え？ちょっとこの流れで振っちゃおうかな。うん？うん、もう一方お呼びしましょうか逃げたね振られることを恐れてじゃあ紹介してください。はい、サンポーニャ、鈴木龍わあ本格的、はい、本格的です。鈴木龍さんは僕の曲でよくサンポーニャを吹いていただいているわけです。今日はお忙しい中お越しくださいました。ありがとうございます。